は。よし、調べてみるか。ここからなら風車までは一直線だ。間違いない。犯人はここから風車に向かって手ぐすを張ったんだ。ランが真夜中に見た光ってのは、吊るされたクライドさんの遺体だろう。館と風車とを結ぶ手ぐすのラインがそれを明示している。柱についてた傷は多分その時に見えたぜ。犯人の使ったトリックが。コナン君、あ、おったで、ランちゃん。もうコナン君、一人で出歩いたりしちゃう。ごめんなさい。そうやで、事件のことやったら平次に任しとき。でも、蘭姉ちゃんたちだって二人きりで歩いたりしたら。あたしらは平気やて。犯人が襲ってきたら帰り討ちにしたるな、蘭ちゃん。え、うん。かもな。ところで平次兄ちゃんは？ああ、そうそう、その服部君がみんなをラウンジに集めろって。今から平次がトリックを解明するねんで。カズハちゃん嬉しそう。あ、アホ、そんなんちゃうわ。ま、お手並み拝見といくか。全員揃ったみたいやな。ほんなら今から風車を利用した遺体移動トリックを説明するで。しかし、本当にそんなことが可能なんだろうか。まあまあ黙って聞いとき。確かにこのトリックは実際に目にせんと納得できへんかもしれへんけどな。遺体が館から発見現場まで風の力を利用して運ばれたんはとりあえず間違いないみたいや。風の力ね。お空を飛んでいったってが。ありえないわよ、そんなの。いや、クライドさんの遺体はまさしくお空を飛んで移動したんだ。そうか、わかったぞ。クライドさんはハンググライダーを使って現場まで飛び、そこで犯人に襲われたんだ。ハンググライダー？そんなもの現場のどこにもなかったわよ。それと風車とどういう関係があるの？だからそれは。ちゃうちゃう、現場まで移動してるとき、クライドさんはもう死んでたはずや。おお、やっぱりそうか。いや、なんとなくだが、
私もそんな気がしていたのだ。はいはい。事件の流れは多分こうや。犯人は昨夜遅くクライドさんの部屋を訪ねて、直後に首を絞めて殺害した。その後、あらかじめ用意していた仕掛けにクライドさんの遺体を吊り下げる。ちょっと待て、その仕掛けってのは。犯人は館と左右の風車と手ぐすで一直線に繋いどったんや。まずリールみたいなもんを使って2本の手ぐすを館から流し、そいつの先端をそれぞれ風車に巻きつける。ちょうどこんな感じやな。すると当然張られた手ぐすは風車が回転するたんびに徐々に巻き取られていく。基本の仕掛けが出来上がりや。しかし館から風車までは少し距離がありますよ。途中には湖もあるし。そりゃ簡単や。釣り竿で投げてしまえばええ。ま、さすがにこの作業を夜中にするんは無理やろから、仕掛けたんは多分昼間のうちやな。じゃあ昼からずっと手ぐすは風車に巻き取られていたってこと？そや、この館から左右の風車までは直線距離にして100メートル足らず。風車の回転するスピードを考えてもまるっきり不可能な話じゃないで。確かに人間の体重を支えきれるほどの手ぐすなら数百メートルの長さのものは珍しくない。ああ、この館には釣り竿もリールもいくつも置いてある。いくつもあるから1個や2個なくなってもわからへんな。さて、ここからが肝心のとこや。犯人はクライドさんを殺害する少し前に2本の手ぐすを1本に結び直して。それは一体何のために？最初から1本やと遺体が落ちんからや。うん、まあ後で説明したるから続けんで。犯人はクライドさんを殺害して遺体を手ぐすのラインに吊り下げたわけや。つまりこいつが遺体を運ぶためのリフトか。そや、そういう言い方もできるな。でもそれだけで吊り下げた遺体が風車まで動くのかしら。ぶら下がった遺体が風にゆらゆら揺られて流されていったわけか。いや、そやないわ。確かに風の力ではあるけどな。いや、あ、そうか、なるほど。もうわかったやろ。遺体を吊り下げるとその重さで張られとった手ぐすが緩むやろ。で、しばらくすると風の力で巻き取られてまたピンと張る。せやから館から手ぐすを少し流したるとまた緩む。で、ピンと張る。この繰り返しや。左右の風車が手ぐすを巻き取る力を利用して遺体は空を飛んで運ばれたっちゅうわけや。なるほど。だからお空を飛んで、ですか。じゃあ、遺体が風車の下にあったのは。そら簡単な話。遺体が左右の風車の中間まで来たとき、2本の手ぐすは限界まで引っ張り合って、そこでちぎれる。で、空中に投げ出された遺体はそのまま落下して、あとはあの通りっちゅうわけや。切れた手ぐすは回収したらええし、もちろん風車も巻き取ってくれるしな。リールの方は水中にでも沈めてまえば見つからへんやろ。もっとも、どういうわけか右の風車の方はテグスが完全には巻き取られへんかったみたいやけどな。平次すごい。差し出がましいことを言うようですが、そのようにうまく運ぶものなのでしょうか。そうですね、途中で地面に落ちてしまう可能性も。落ちたとこで風車の力でテグスがまた張るわけやから問題なしや。なるほど。ねえおばさん、昨日の夜に停電があったって言ってたよね。え、ああ、そうそう。停電ですと？3機の風車のうち左右が館の西館に、奥が東館に電力を供給しているんですが。東館じゃ停電はなかったはずだぜ。西館ではあったんですよ。ほんのわずかな時間のことでした。私が急いで風車の様子を見に行こうとした途端復旧いたしましたから。停電があったということはどういうことだ？
糸が絡まって風車が止まっちゃったりしてね。そうか、わかったぞ。左右の風車がテグスの引っ張り合いをしていたその間は石管に電力が供給されなかったんだ。そしてテグスが切れたことで元通り電気がついた。そう、間違いない。なるほど、それこそが服部君の推理が正しいという証明になりますね。で、犯人は停電を合図に仕掛けを回収したってとこか。よし、犯人は西館に部屋のある人間だ。いや、そう決めつけるのは早いで。西館の停電が確認できる場所やったら東館にだってあるやろ。ええ、いくつかございます。今言った方法なら腕力がなくても十分に可能性があるしな。ほんと、根に持つタイプね。さ、これで手品の種明かしも終わりや。日も暮れてまいりましたし、そろそろ夕食の支度を。ああ、もうそんな時間か。頼む。かしこまりました。では、スミコさんも。はい。じゃ、俺は部屋に戻るとするか。僕もちょっと調べ物がありますので。皆さん、くれぐれも部屋に鍵をかけるのを忘れんように。どうや。ああ、俺の推理も同じだぜ。間違いないだろ。これで犯人が慌ててボロを出してくれるとええんやけどな。わかんねえな。右側の風車が巻き取れなかった手ぐすのことさ。偶然にしてはできすぎてるよな。そいつは考えすぎとちゃうか。風車が手ぐすを完全に巻き取るんを確認しとるだけの時間的な余裕もなかったやろしな。ま、悪いことはでけへんちゅうこっちゃ。よし、少し整理してみるか。コーヒーを使った毒殺と館からの遺体の移動。まず注目すべきはここだな。2つのトリックのやり方から見て、犯人はこの館や島の地理に詳しい人物に違いない。問題は動機なんだが、ここからは事件の背後関係を調べてみる必要がありそうだな。
こんなことが一体いつまで続くのかしら。犯人の狙いが読めないことにはこちらとしても。そんなもん決まってんじゃねえか。3人の遺産相続人のうち2人が殺されてるんだぜ。次に狙われるのは3人目か。でなきゃこれで打ち止めってことさ。打ち止め？考えてもみろよ。2人が死んで遺産は全部そこの男のものになった。殺人の動機としちゃ十分なんじゃねえか。いいよクラーシー、ケビンさんの言い分ももっともだ。それでなくとも僕はトネ英二郎の遺産を受け継ぐにはいささか問題の多い人間だからね。和彦様。それにこちらの探偵は両名とも極めて優秀だ。黙っていてもいずれバレるよ。僕たちの関係くらいはすぐにでも。お坊ちゃま。お坊ちゃま予定？なるほどな。それは一体。服部君、森さん、お聞きの通り僕たちはここで初めて出会ったわけではありません。ここにいる倉橋はかつて香港のカオルーンにあった僕の父北上春樹の家で羊を務めていた男です。15年前に僕の両親が相次いで死んでしまうまでは、当時僕の家は香港の都市開発計画の妨げになっていて、そのために両親は立ち退きを迫る建設会社の圧力と真っ向から対立していました。本当にそれが原因だったのか今となっては知る由もありませんが、はじめに父が何者かにさらわれ、母はその後に悲しみのあまり自ら命を絶ったんです。結果僕は孤児となって日本へ渡り、クラーシの方は父の友人であったトネさんに拾われて、以来15年間この館で執事を務めてまいりました。トネさんはその当時も失踪した父の行方を探したり、家の取り壊しが乱暴にされぬよう現場を監督したりと、いろいろ手を尽くしてくれたそうです。ですから今回僕が3人の遺産相続人の一人に選ばれたことも彼の善意と解釈してこの島に来ました。ですが僕としてはこのような事態になった上はもはや遺産を相続する気持ちはありません。和彦君、本気？ええ、本気です。ここでは倉橋とも再会できましたし、脱出への道が見つかり次第この島を後にしようと思います。ですから僕が遺産を独り占めする目的で他の相続人たちを殺したなどと考えるのはやめてください。では僕は部屋に戻ります。なるほどね。和彦さんが利根英二郎の遺産相続人に指名された理由は分かったけど、こいつは何か裏がありそうだな。殺された他の2人の相続人についても調べてみる必要があるぜ。